今YouTube 撮影中なんですよ。はい、YouTube の、面談をここでやってるんですよ。知ってました？知らない。それを今日はね、入学式バージョンを撮ってる中間部の方なんですけど。出ます？いいです。いい？会話をします。はい。じゃあ、はい。じゃあ、YouTube 面談入る場合は、どうぞ。入らない場合は、ちょっと後でまた来てもらって。時間何時ですかね。結構ね、YouTube 撮影してると時間経つの早いんですよ。4時半。だって、この間も1時間半ぐらい撮ったんで。はい。で、今回は、何時にいらっしゃいました？3時半くらいに来た。3時半くらいにいらっしゃって今4時。あ、そうです。4時半ってかもう40分になる。じゃあこれも1時間超えですね、今回。なんで皆さんには分割してお届けしますので、ちょっとタイムラグでやって、あんまり一気に長いやつ出してもみんな最初の方しか見ない。今長いと。そうですね、やっぱり。我々が視聴者で違うとこ見るときも、最初の方はしっかって見るけど、後半は見なかったりしますよね。うん、そうすると長いの一気に出せないかな。今長く撮っても分けて出すって感じになりました。まあでも結構あれですね、 YouTube 面談してると入るのを躊躇する人もいます。極力みんな持ってるかも。落ちるのそんなことない。まあ慣れです。取っちゃえばね。まあ最初はね、ワンステップタイム。落ちる落ちる前にワンステップ。もう映っちゃえばね、映ってますからね。まあ美術予備校の YouTube チャンネルなんで。団体戦ですから、まあ、いろんな人が出場していくっていうオリンピック状態ですから、オリンピックとは違うんですから、まあ、もし東京オリンピック2020が2021に開催されなかったとしても、立ち上オリンピック2021は開催していきますので、この YouTube チャンネルで、いろんな人たちに出場してもらう。まあね、ドーピングしてる人以外は出場を許可していきたいと思います。はい。結局、ロシアって出れないんですかね。いや、わかんないです。オリンピック関連見てない。見てないですよね。でもなんか、ドーピングでロシアは出れないみたいな。まあ、ね、聞いてましたよね。はい、でもオリンピックのロシア出れないとかなり退屈っていうか、ロシアは強化選手ですごい選手多いですからね、基本的には。ね、ロシアないとちょっと、あれだけの超大国だし、ロシアが抜けちゃうとちょっとオリンピックって言っても、制裁かく感じしますよね。まあ、オリンピック。立ち上オリンピック2021ですよ。まあ、金メダル目指して頑張ってください。はい、モデルナンバー。予備校生活の浪人生のアートプレップスクール中間部、どう過ごしていくかっていうモデルです。はい、地元の人も見てますかね。多分みんなにこれから知らせていくんで、日本全国の方で知られていくと思いますので、はい、まあ
地方、地元の人はどういうチャンネル見てるんですか？東京のどうのとか見てないんですか？僕も YouTube 見るような世代の人はそんなにいたとしても多分 YouTube、 今の人 YouTube 何見てるんだろう。今 YouTube、 今大体人気の YouTuber とYouTuber か、もしくは VTuber。 人で選ぶ。まあ、このチャンネルは予備校のチャンネルですからね。まあ、団体戦です。団体戦で金メダルを目指していきますから。まあ、なのでデザイン工芸か油絵か、日本画か、彫刻か、映像、先端芸術表現か、美術系受験、中学生の高校受験コース、中学生基礎科。これみんな6階までいろんなクラスありますんで、まあ団体戦としてオファーして、いずれは皆さん出てもらうということで。はい。まあ今かなり学科のアップロードが多めですけどね。学科の先生がかなり今 YouTube 集中してます。まあ金メダル目指して戦っていきたいと思っております。はい、じゃあ意気込みを。